年内入試で定員の100%を確保する大学、東芯横浜大学です。令和5年度最新の事業報告書で、年内入試で定員の100%を確保するという大学の目標をまあ設定してたということで、ちょっと驚きました。もう年明けは受験じゃないというですね、まあ一般選抜共通テストやってるんですけどね、この大学。で この目標を達成できたのはスポーツ科学部だけである。ただ、年明けにも総合型選抜はやってるし、一般協定もやってますから、大学全体としては、えー、定員を確保できました。めでたいことですね。そして、近年の入試市場を鑑みるに、年内入試への比重の高まりは明らかであり、引き続き、年内入試で定員の100%確保を掲げるということで、年内に100%取る。まあ、要は、 一般共通テストは例えば1.2倍ぐらいはみ出した人を取るぐらいで年内100%というのを大学の方針として授業報告書で宣伝している以上私がこれをポジティブに紹介する分には、えー、メンバー限定動画の方で隠さなくていい公にアピールしてるんですからねでスポーツ科学部はまあ人気があるからそれができたんですが科学部はまだまだその辺は苦戦してるぞと。 いうことで、今となっては古いデータですが、2023年度入試での東院横浜大学の一般共通テスト入学率は13.4%ですから、もう本当にお正月前に、まあほとんど取ってしまう。っていうか、100%受験生を確保しちゃって、年明けの一般協定はもうおまけでやってるだけ。とはいえ、さすがにこれをやめちゃうと、 大学のブランドイメージがどん底になりますから一般受験やってる大学っていうイメージの維持のために1割方残しまあ小規模な大学ですから定員の1.2倍3倍1.3倍ぐらい入ってもお咎がめなしということで本当にもう一般共通テストはおままけにななってんだなっていうのが分かります2023年度だと法医療法そして私が大こけするんじゃないかと思っていた現代教養学館が大幅に定員割れしているわけですが。 えー、今年は、現代教養学館が定員充足したそうです。めでたいですね。正直、あのー、ここのです、ね、カオスな教育内容、よく受験生来るなと思って見てましたがあの、大学側の努力は認めます、はい。ということで、あとは医療校ですね、臨床検査はある人が集まったんだけど、臨床工学は定員割れと。法学部はね、ここの大学、長く法学部持ってるんですけど、ロースクールも失敗したし、 法学部作れば弁護士になってくれて大成功するって思って作ったんでしょうが、まあ今となっては法学部の短価大と。日本文化大学みたいに警察官に振り切ることもできず、と、とにかくちょっとなんか補正は感じない法学部かな。もともとここ法学部持ってたんですが、いろいろあって、意をこうスポーツ現代教養学館の方に分散していきましたね。はい。で、 年内に100%取るなんていう恐ろしい方針を上げてしまったらですね、一般選抜で年明けにマーチ日東駒戦大東亜帝国に行くなんていう進学校を全部敵に回して誰も来ないんじゃないかと私はすごく心配してたんですが時代は変わりました。東院横浜大学の近所にある神奈川県立枝高校、横浜のですね、 こういうですね、受験のマスコミとかに一切注目されない中堅校が僕は大好きなんですけど、えー、この高校、まあ、あの、一応一般的には偏差値52と、大学進学率は8割。で、なんとびっくり、えー、指定校推薦155人。もう半分指定校。そして、えー、一般入試は61人しかおらず、なんと2割切ってます。8割大学行くのに一般が2割切ってます。 やはり偏差値57高校から下はこうなっていくんですね、すさまじいですね、8割推薦、で総合型選抜80人ぐらい受,けてます受かってますけど、まあ、これもいわゆる落とされない総合型でしょうね、すごい難関大とかに挑むんじゃなくて。ということで、もう4年生大学に8割行くような神奈川県立高校でも、今や一般は2割しかいない。 それはもうこの辺りをターゲットにしている、東輪横浜大学としては、指定校と総合型で、この高校に選ばれれば勝てる。一般選抜共通テストの戦いなんていうのはもう宇宙の彼方だということですね。そして驚くべきことに、この神奈川県立枝高校偏差値52なんですが、はい。えびっくりで、総計受かってます。ただ、主力、中心となるのは、 神奈川大、東海大、関東学院、専修、産業農率、日体大、東京都市、帝京とかなんですが、令和5年度に関していえば、東院横浜7人合格。で、毎年数人はちゃんと行っており、まさに、東院横浜大学の狙い通りになってるんですね。8割年内に決まる、偏差値そこそこ良い神奈川県立高校から、選ばれる大学である。ということで、この枝高校なんですが、 総計上にににたまに行く1年に何人かはでマーチもたまに行くこれはもともとそういう学力層が大量に来る高校とはとても思えないんでいわゆる一発逆転型なのかなとその声運の志を持って難関私立大学に入るぞっていうのにまあ塾に行って頑張ったのかあるいはよほどの探求モンスターが総合型で行ったのかどちらにせよ 面白いのは、このランクの高校になってくると、マーチは諦め気味なのかなと思ったら、そうじゃなくて、総慶マーチは受かるんだっていうね。受かる人は受かる。毎年受かってはいる。立教に毎年受かってるっていうね。普通にすごくないこの高校と。偏差値がもっと高い高校なら、行って当たり前。ところが、まあ、国公率はさすがに少ないものの、横浜次第に毎年行ってるんですけど、これもすごいですね。ということで、 この高校であれば、あの、マーチクラスは、もしかしたらいけるかもっていう希望を持てる高校、すごいですね。8割推薦なのに。あの、先週は近いから行くとして、東洋や駒沢がそれほど人気があるとは言えない。という感じで、とはいえ、その、東海大とか関東学院のような、まあ、名の通った大学に行きたがる高校だとは思うんですよ。あとは、まあ、大リ林、東京農大、多摩川、相模女子。 この辺り、まあ、地元高校ですよあ。大学ですよね。でも、この一角にちゃんと東陰横浜が食い込んでいて、他のもっと総合大学で知名度が高いとこじゃなくて、東陰横浜に行きたいっていう人が取れてるんですよね。年内に。だから、少なくとも、この枝高校は東陰横浜にとって上顧客で、神奈川県はまあ人口多いので、こうやって年内に東陰横浜に入りたいっていう受験生の獲得さえできれば生き残れる。 だから年内100%っていうう戦略ななんだろうなとやっぱり偏差値57を境目に日東駒線以上に一般で行かなきゃダメっていう進学校と年内で良いっていう高校に大きく分かれていくなと今回の神奈川県立枝高校の場合は8割年内です。 でただしマーチ総計行きたい人は勝手に頑張れってことなんですかね。でしかも受かってる人はいるわけですね。で大きくはこの高校のメンタルっていうのは有名次第に年内に行きたい。でそうなってくると当然学力試験ではなくて総合型や学校推薦型選抜になってくるんですが探究エリートではない。 そんなに個性があるわけじゃなくて、PR することがない場合、やっぱりこういう高校は、東洋や提供の年内学力に飛びつくだろうなとは思います。ここは巨大マーケットなんですよ。そして、我らが党員横浜の場合は、ニッコマ大統領のような年内学力ではおそらく戦えません。限りなく全入に近い推薦をやってるからです。で、限りなく全入に近い推薦をやってる場合、逆に。 教育のの魅力のアピールが効くんですよ大規模大学じゃなくて個性的なユニークな素晴らしい教育をやってるから年内推薦で東尹横浜へ入りたいしかもそれがちゃんと神奈川県立枝高校あたりから取れてる偏差値57から下のそうは言っても有名というか高学力高校だから偏差値50から57とかっていうのが東尹横浜が死ぬほど欲しいゾーンだと思いますでそのあたりに対して マンモス次第とは違う良さっていう教育の中身をアピールすれば年代推薦で勝てるから100%取れる。すなわち、党員横浜は勝てるマーケットの勝てる戦いをやってる自覚があるんだと思います。逆にすごい。あの、私の考えだと偏差値57以上の一般選抜共通テスト学力で、マーチニッコマばせに行かなきゃいけないっていう高校を全部敵に回して、 そういう高校から一切来てくれないから滅亡するって考えがちなんですが、私が誤りでした。それは、この、枝高校マインドですね。8割年内、しかも有名次第志向が強いっていうところが、教育の中身で東院横浜を選ぶ。しかもこのマーケットは巨大なんですよ。要は神奈川県の、 偏差値が57から50とか48位ぐらいのそれなりにいい高校で必ず受験は年内。まあ、その塾に行って総研マーチに行く逆転組もいる。面白い学校ですね、ここ。そういう感じの巨大市場が存在するところでちゃんと年内で勝てる戦いを教育の中身のアピールで東院横浜はやってる。とはいえ、定員割れしてる学部があるんですけど、 今のこの戦い方でうちは勝てると思って戦ってるというのがすごく面白いなと思いました。批判ではありません。面白い。私も勉強になります。ちょっと僕自身は神奈川県詳しくないので正直、特に高校ですね。神奈川県の高校は私ほとんど公園で呼ばれてない。まあ、いくつかは言ってるんですけど、で、いわゆる偏差値57学力型の高校のマインドはまあわかる。そのまま東大まで行ってるわけですよね。で、そのトップ高校の話はみんなするじゃないですか。 湘南高校とかね、あのー、横浜翠嵐とかね、私立のトップ校とか、そうじゃなくて、この真ん中マーケットのでかさ、しかも真ん中マーケットは、日東駒線あたり、泉州とか神奈川とかに一般選抜で行くのではなく、今や有名次第が年内の戦いになっている。神奈川大関東学院、東海、オービリ林あたりに、年内で行くっていうのが、偏差値57以下高校では主力になっており、8割ですからね。で その中で実は、東院横浜は年内バトルでの勝機を見出して、教育内容や、まあ、その、補正的な工夫で戦っているというところが、すごく面白いと思いました。で、今はこれでいいんですけど、これ以上人口が減ってしまうと、ますます有名総合大学に入りやすくなってしまい、きつくなってくるのかなという気はします。